白鷹は東日本旅客鉄道と西日本旅客鉄道が北陸新幹線の主に東京駅金沢駅間で運行している特別急行列車の愛称である。本校では北陸新幹線開業以前並びに国鉄時代に北陸本線、北越急行北北線で運転されていた特急、白鷹についても記述する。特急、 白鷹は1965年10月、上野駅、白鳥を分離し、上野駅金沢駅間を、新越本線長野経由で運転を開始した。1969年10月改正で、上越線長岡経由に変更し電車化した。1982年11月に、上越新幹線が開業したことに伴い廃止され、6年後の1988年に、 長岡駅金沢駅間に速達タイプの特急、輝きが運転を開始した。その後、1997年3月22日に北越急行北北線が開業したことに伴い、輝きに代わり、上越新幹線と越後湯沢駅で接続することで、首都圏と北陸地方を連絡する列車として復活した。2015年3月14日の 北陸新幹線長野駅金沢駅間開業に伴い在来線特急の白鷹は開業前日3月13日の運行を最後に廃止され、その名称は東京金沢間を運転する停車タイプの新幹線列車に転用された。白鷹が首都圏から北陸地方に直通したのは上越新幹線開業に伴う廃止から実に約33年ぶりのことであった。 また、輝きは、白鷹と同区間を走る速達タイプの列車として、約18年ぶりに復活した。列車名は、立山の解散伝説に登場する白い鷹、白鷹が由来となっている。なお、実際に白鷹という種類の鷹は存在しない。北陸新幹線金沢開業時の列車名は、公募によって決定され、白鷹は第一位であった。 選定理由は、スピード感があり首都圏と北陸をつなぐ列車として、親しまれているためとされる。なお、輝きは第5位、剣は第4位、浅間は第7位であった。定期列車は、東京駅金沢駅間で14往復、長野駅金沢駅間で1往復が、運転されている。このほか、平日の早朝に、上越妙高発長野行きの上り臨時列車が1本。 設定され、長野駅で東京行きの輝きまたは浅間と接続する。平日のみの運転東京駅長野駅間は、輝きに次ぐ速達列車として運転され、上越新幹線の区間にある熊谷駅と本庄浅田駅、及び安中春名駅は全列車通過する。また、長野駅金沢駅間は、基本的に各駅停車となるが、飯山駅は、 通過列車が3往復設定される。また、臨時列車では、糸井川駅、黒部うなずき温泉駅を通過する列車が設定されている。停車駅の変遷開業時使用車両、編成 E7 系電車及び W7 系電車が充当される。E7 系、W7 系ともに12両編成で、1から4号車が普通車自由席、5から10号車が普通車指定席、 11号車がグリーン車指定席、12号車がグランクラス指定席となる。なお、一部の下り列車では、5号車は普通車自由席となる場合がある。その場合の普通車指定席は、6から10号車となる。また、平日朝のみに設定されている上越妙高発、長野行、白百九十六号は、六から九号車が自由席となり、一から五号車。 11号車、12号車は締め切りとなり、自由席車両以外の立ち入り不可。グランクラスでは、輝きと同様、専任アテンダントによる軽食、ドリンクなどの車内サービスが実施される。ただし、長野駅金沢駅間の一往復は座席のみの営業となり、アテンダントによる車内サービスは実施しない。また、上越妙高発長野行。 白鷹596号は、上記で述べた通り、座席自体の販売はされず、立ち入り不可となる。白鷹は、西日本旅客鉄道、北越急行及び、東日本旅客鉄道が、福井駅、金沢駅、和倉温泉駅、越後湯沢駅間を、七尾線、北陸本線、新越本線、北北線、上越線経由で運行していた、特別急行列車である。 2014年3月15日時点の運行外境は次の通り。定期列車は13往復が運転され、1往復は福井駅越後湯沢駅間、1往復は和倉温泉駅越後湯沢駅間、それ以外の列車はすべて金沢駅越後湯沢駅間で運転されていた。列車番号や号数は越後湯沢駅へ向かう列車が下りを表す。奇数。 逆方向が上りを表す偶数となっていた。これは、白鷹が JR 西日本主体の列車であり、北陸本線に合わせたためである。東京駅から上越新幹線を利用し、越後湯沢駅で乗り継ぐことにより、魚津駅東京駅間は最短2時間50分台、糸井川駅東京駅間は最短2時間50分台、直越駅東京駅間は、 最短2時間20分台、東京駅と山駅間は、最短で3時間10分台、東京駅金沢駅間を、最短3時間50分台、金沢駅東京駅間を、最短3時間40分台で結んでいた。走行区間の大部分を、北越急行北北線や北陸本線が占めるため、標定速度は、時速1 0 0トルを超え、日本の特急列車の中では、 トップクラスの速さであった。北北線内では、信号機に高速進行の信号検事を行うことにより、時速 130km を超える高速運転が可能とされた。運転開始時点で、白鷹の北北線内の最高速度は、時速 140km で、最終的に2002年には、時速 160km に向上した。 国内の在来線で最高速度時速 160km を達成したのは当列車が初めてであり、廃止されるまでは日本国内の狂気の在来線における最高速度の列車であった。なお、北北線の線路は高速走行ができるように、分岐器やレールの形状などは新幹線と同等のものを用いている。2011年時点の北越急行のウェブサイトにおいては、 これ以上の速度上昇は、技術的に困難であると公表されていた。停車駅、和倉温泉駅発着列車は、金沢駅でスイッチバックを行うため、金沢駅津た駅間が、重複運転となるが、この区間内で途中下車をしなければ、分岐駅通過の特例により、重複区間の運賃、料金は、計算に含まれない。同列車が経由する、北北線。 七尾線は単線であるため、列車によっては、行き違いのため時刻表上では、通過扱いの駅でも運転停車を行うことがある。災害などにより北北線、または上越線が普通となった場合は、西潟駅より先、新越本線を経由して、長岡駅まで乗り入れることがあった。この場合、直越駅長岡駅間は原則として、無停車となっていた。使用車両。 編成在来線特急時代の車両北越急行の 681K2000 番台、683K8000 番台、スノーラビットエクスプレス及び JR 西日本の金沢総合車両所に所属する 681K0 番台、ホワイトウィングが使用されていた。北北線内の複雑な断面形状のトンネルを高速で走行する際に、 車内の気圧が変動することを防ぐための対策として、車内の機密性を確保するために扉を完全に圧着すると押さえ装置を追加した。そのため、JR 西日本所有の683系は、元より681系であっても、サンダーバードに用いられている編成は当列車に所定のダイヤで充当することはできない。なお、 北越急行の車両は JR 西日本に管理を委託していた。福井駅、金沢駅越後湯沢駅間では9両、または6両編成で運行されたが、金沢駅、和倉温泉駅間は、クリーン車のない付属編成の3両で運転された。ただし、7.10号は6両編成で運転。また、23.2号は通常は6両編成だが、 他キャ機は給料編成で運転された。その際、5号車が座席指定席の場合があった。また、2005年から681系、683系に運用車両が統一されると、それ以前には突発的な運用変更時にしか見られなかった。北越急行と JR 西日本の車両の並結や、681系と683系への並結が頻繁に、 見られるようになった。北越急行の公式サイト内では、白鷹に充当される編成表が掲載されていた。車両不足が発生した場合は、サンダーバードで運用される683系4000番台が代走することがあった。ごく稀に、同系列0番台や2000番台も代走することもあった。この場合、北北線内の最高速度は、 時速 130km に制限される。ただし、4 8 9系とは異なり、JR 線内は、所定編成と同等の性能、ダイヤで、運転可能であった。北陸新幹線の金沢開業並びにその、列車名転用以降、使用車両であった6 8 1系6 8 3系は、列車編成の方向転換が行われた後、すべて、 白鷺の運用に変更された。また北越急行所属の681系、683系は JR 西日本に売却された。過去の車両運転開始当初は JR 西日本、JR 東日本、北越急行の3社で運行距離による比率で車両を保有し、定期列車10往復のうち JR 西日本681系が4往復。 JR 西日本485系がニの3往復、北越急行681系がニの3往復、JR 東日本485系が1往復を担当する形とした。2005年2月28日まで485系も使用されていた。JR 東日本が所有する485系3000万台の2本が最後まで運用されていたが、 白鷹の速達化のために北越急行が683系を増備したことに伴い定期運用を離脱している。なお、この編成は白鷹と配置所の新潟車両センターへの出入り区のための北越にほぼ運用が限定され、先頭車には翼を模した銀色のエンブレムが取り付けられていた。本列車から撤退後は6両編成に再組成され、 先頭車のエンブレムも2011年6月から撤去が行われた。2001年3月改正までは当時、新潟駅直通の雷町に使用されていた485系給料編成が代走することがあった。485系は JR 西日本でも2002年3月22日まで使用されており、白鷹で唯一の8両編成であった。 サンダーバード用の6 8 1系からの転用改造に伴い運行を終了している。多客機の臨時列車などでは2011年5月中旬頃まで JR 西日本の金沢総合車両所に所属する4 8 9系が運用されていた。この場合は1号車と4号車が入れ替わっていた。また、北北線内での最高速度は 時速 130km に制限される上、JR 線内でも681.683系と同等の性能で走行することができないため、10分程度の遅れが出ていた。なお、福井駅の24号に489系が入った場合、同編成で運転する区間は、越後湯沢駅金沢駅間のみであり、金沢駅福井駅間は、 所定の681.683系に差し替えて運転することがあった。乗務員、直越伊勢の乗務は JR 西日本が、直越伊東の乗務は北越急行と JR 東日本の境界駅である、西方駅、6日、町駅に停車しない関係で運転し、車掌ともに JR 東日本直越運行区が担当する。開業当初は運転士のみ交代し、 JR 西日本の車掌が、越後湯沢駅まで、JR 東日本の車掌が、金沢駅までそれぞれ越境乗務していた。車内販売車内販売は、越後湯沢駅金沢駅間を、日本レストランエンタープライズが担当していたほか、2014年9月まで一部列車では、北陸トラベルサービスも担当していた。国鉄時代 JR、北越急行時代489系。 懐かしの白鷹号9ヘッドマーク。ありがとうございます。